今回は皮脂汚れと油汚れを拭き取りながら除菌までできて、さらに節約にもつながる床拭き掃除のやり方をご紹介します。そのやり方がどういう方法かと言いますと、こちらアタック除菌アドバンスを使って拭くというやり方になります。このアタック除菌アドバンスは最近出た洗濯洗剤なんですけれども、同じく除菌ができる洗濯洗剤としてアリエール除菌プラスもありますよね。そっちを使っても同じ効果があると思いますけれども、今回はこのアタック除菌アドバンスを使ってやっていきます。もちろん原液で拭いていくなんてことはしません。薄めて使っていきますが、まずはじめに薄めるところから始めていきます。こちらの空のスプレーボトルにアタック除菌アドバンスを 2g 入れております。そこに水を入れていきますが、 200g 入れていきます。アタック除菌アドバンス 2g に対して水が 200g ということになりますね。だいたい100倍希釈ということになります。普段洗濯洗剤や台所洗剤を使って床拭き掃除をするときは 100g 作るんですよ。でも今回は 200g 作りました。というのも除菌の洗濯洗剤ですから腐敗しにくいと思うんですよ。なのでだいたい1週間から2週間分ぐらい使えればいいなというふうに思いまして、多めに作りました。で100倍希釈になっているんですけれども、このアタック除菌アドバンスを使って洗濯するときはさらにもっと洗濯槽水の洗剤の濃度が薄くなると思うんですよね。というのも水の量30リットルのところを見ていただきたいんですけれども、キャップ 0.4杯、 25g と書かれてますよね。ということは3リットルで 2.5g になりますし、300ミリリットルだと 0.25g になりますよね。なのでかなり薄い濃度になるんですが、それでも衣類についた皮脂汚れや油汚れを落としながら除菌までできるということになりますので、当然洗濯機洗いですから洗濯機で洗うということで汚れが落ちていくということもありますけれども、拭き掃除の場合はワイパーを使って拭くわけですから洗浄力に大きな違いはないのかなというふうに思いますし、そもそも洗浄液の濃度が洗濯槽水の洗剤の濃度よりも濃くなるわけですから、十分除菌効果もあるのかなというふうに思うんですけれども、何で今回拭いていくのかと言いますと、花王のクイックルマグネットワイパーを使って拭いていきます。このクイックルマグネットワイパーにスコッティの洗って使えるペーパータオル、これを取り付けて拭いていきます。はい、こんな感じで折りたたんで、あとはマグネットですからパチンと、はい、こうですね、はい、ぴったり取り付けることができます。でそこに、はい、まずは軽く湿らせまして、それでは掃除を始めていきます。床にも吹きかけます。ではテレビ台の前から拭いていきます。ちなみに先にホコリ取りは済ませております。ダイソンで掃除機がけをして、あとはウェーブハンディワイパーを使ってもホコリ取りをしています。どんな感じでホコリ取りをしているか気になる方は、以前ホコリ取りから始めた動画を撮っていますんで、ぜひそちらをチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回使った洗剤はアタック除菌アドバンスということで、洗濯洗剤の効果が床拭きに使ったとしても同じような効果が得られるということで、皮脂汚れと油汚れを落としながら除菌までできるということでやってますけれども、洗濯洗剤にはいろんなタイプのものがありますよね。生地に優しい洗濯洗剤 MR とかアクロンとかあったりしますし、あとは液体の洗濯石鹸もあったりしますよね。他には消臭に特化した洗濯洗剤もありますし、無添加を売りにしている洗濯洗剤もあったりしますよね。そのような洗濯洗剤の効果がこうやって拭き掃除にその洗剤を使うことで同じような効果を得られますんで、そのあたりが用途外にはなってしまうんですけれども、洗濯洗剤を使った床拭き掃除活用術の面白いところでもありますよね。で共通しているのはかなり薄めで使えますんで節約につながると。そもそも洗濯洗剤もそんな高いものじゃありませんからね。はい、消臭効果の高い洗濯洗剤ですと、なんか匂いが気になるという時とか、室内でペットを飼ってる方にもおすすめなやり方なのかなと。ただ室内でペットを飼っていたり小さなお子さんとか赤ちゃんがいるお家の場合は、いくら匂いが取れるかだといって変な成分が入っているものは使いたくないじゃないですか。そうなってくると無添加の洗濯洗剤とか液体洗濯石鹸を使って床拭きをするというやり方がいいのかなというふうに思います。あとは MR とか
アクロンも安全性の高い界面活性剤を主成分にしておりますので、安心安全という点ではおすすめですよね。ただやっぱり石鹸の洗濯洗剤を使うのが安全性という部分では一番いいのかなというふうに思います。それは石鹸特徴の拭き残りしにくいという点と、もし仮に拭き残ったとしても無害なものに変わるというところが非常に安心安全ですから、私もたまに液体の洗濯石鹸を使って床拭き掃除をすることがありますけれども、皆さんの中で液体の洗濯石鹸を使って洗濯してますという方は少ないと思いますので、もし少しでも安心安全に床拭き掃除をしたいという方は専用の床拭き石鹸を買われるのも一つだと思いますね。私がおすすめするのは無添加の水石鹸のシャボンナブクという商品がありまして、これは本当によく使ってます。以前シャボンナブクを使って床拭き掃除をしたことがありまして、動画にしてますのでぜひチェックしてみてください。はい、一通り掃除が終わりました。ではシートを見てみましょうか。もう結構汚れが取れてますね。はい、こんな感じで皮脂汚れと油汚れを拭き取ることができます。当然使っているのは洗濯洗剤ですからね。はい、ということで今回はアタック除菌アドバンスを使って床拭き掃除をする方法をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。除菌タイプの洗濯洗剤ですので、床拭きに使っても除菌をしながら汚れを拭き取ることができるということになります。さらにはかなり薄めて使えますけれども、防腐剤がかなり薄まってしまいますので、普通の洗濯洗剤であれば日持ちしないんですけれども、その点は除菌剤が含まれているのでいくらかは日持ちしやすいと思うんですよね。とはいえ2週間以内には今回使った洗浄液は使い切ろうかなというふうに思っております。で、今回のアタックの除菌アドバンスは何といっても特徴とメリットがこの除菌というところなので、その点を生かして床拭きができるということになりますけれども、床拭きに使うことでのデメリットもあるんですよね。そこのデメリットについても少し触れておきたいんですけれども、このアタック除菌アドバンスは蛍光増白剤が入ってるんですよ。かなり薄まってますけれども、必ず床に残る成分ですので、そこが気になる方は今回のやり方おすすめしません。特におすすめしない方は室内でペットを飼っている方や小さなお子さんがお家にいる方ですよね。まだハイハイの時期の赤ちゃんとか、まだ何でも口に入れてしまう時期の小さな子供がいるという場合は、この蛍光増白剤入りの洗濯洗剤を活用するっていうのはやめた方がいいのかなというふうに思います。その代わり無添加の液体石鹸を使うという方法はおすすめできるのかなというふうに思います。そんな感じで洗濯洗剤を床拭きなどの拭き掃除に活用するというやり方はメリットだけじゃなくてデメリットも引き継がれますので、そこは注意が必要になりますよね。例えば注意しないといけないのは、弱アルカリ性の洗剤はいくら薄めたとしてもアルカリ側に触れていますので、ワックスしている床には使えないですよね。あと拭き残る成分として香料も拭き残るわけじゃないですか。なので香料がきつい洗濯洗剤の場合は匂い残りが結構気になる可能性も考えられますので、そこも注意が必要ですよね。場合によっては二度拭きするとかっていうことが必要になるかもしれません。あとデメリットには関係ないかもしれませんが、無垢の床にはどんな洗剤であっても洗濯洗剤を薄めて使うというやり方はできません。水拭きが基本不可ですからね。あと今回100倍希釈で作りましたけれども、床全体に皮脂汚れが結構ついてますとか、ダイニングテーブルの下に油汚れがだいぶついてますという場合はちょっと濃いめに作った方がいいですよね。あまり濃くしすぎると二度拭きしないといけなくなりますので、若干の濃度の調整も汚れ具合を見ながらするのがいいと思いますが、濃くても50倍希釈ぐらいでしょうかね。50倍希釈で界面活性剤の濃度が 0.5% になるんですよ。今回やった100倍希釈で 0.25 ですからね。基本的な薄め方を 0.4% になるようにして、あまり汚れがないのでさっぱり快適に拭き上げたいという場合は低くても 0.2% ぐらいでしょうか。逆に油汚れとか皮脂汚れが結構ついてますっていう場合は高くても 0.5 もしくは 0.6% ぐらいに留めておいた方がいいのかなというふうに思います。ちなみにこの除菌アドバンスの解説動画を撮っておりますんで、洗濯洗剤に使ってみたいという方はぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。
掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも